おお風呂上がりましたかお疲れ様でです、す塾の久保ですいやあのね、いろんな形で情報発信ってあってまあ正解はこれってのはないんだなぁといつも思いますね、まあ、というのがどんなスタイルでもうまくいく人とうまくいかない人ってのに分かれるんですよねどんなスタイルでももちろん有料のライブ無料のライブっていうこの切り分けもねどっちがいいねって話になりますし じゃあ商品をガンガン売りまくるタイプなのか商品を売るのを控えめに行くタイプなのか、うん、正解は生き残っていることかなと思うんですよでそっからなんで生き残ったのかを振り返ってみると、うん、まあ一定の共通点は見いだせるんですけどもまあ例えばね情報発信をやめないこととかそれからやっぱり次に期待していただけるような情報を届けているかっていうことと うん、単純に実績が作れそうかなっていうふうな信頼関係かなと思うんですよ。まあ、さまざまあるんですけども、まあ、あくまでも、売るつもりで売っていかないといけないし、売るつもりで商品使わなければなりませんし、売るつもりで情報発信しなければいけないと。そもそもその、ビジネスをしている以上、売り上げが一つの、まあ、成果っていうかね、やる意義になりますから。ビジネスやってるけども、なんか商品作ってませんとかね、なんか集客してませんとかね。 売れればいいなぐらいでやってますっていう人が果たして売れますかね。それから頂い,いたお金にちゃんと責任を持つこと。自分から離脱しないこと。もちろんお金を払った人が勝手にいなくなっちゃうのはしょうがないと思えばしょうがないんですけども。まあ欲を言えばね。お金を払った人がいつまでも付き合ってもらえるような、そんなサービスや心配りをしておくことは、まあ欠かしちゃいけないかなと。うん。まあ俺のスタイルについてこれないやつはいいよみたいなことをやっちゃうと、結局は、 あの、いろいろと不都合が起きるんじゃないかなと思いますし、まあ何よりも誠実じゃないですよね。だからね、あの、追いかけてってでも稼がせるぐらいの気合があってもいいのかなと思いますし、まあ、打つ手がないというふうに、こちらから言うことはないかなと。何かあるはずだと探していくこと。うん。それから厳しいようですけども、なんかね、依存型の人には叱ることも必要なのかなと。 叱るっていうのは改善を促すって意味なんで叱った結果その人がやる気を失っちゃうとかね信頼関係をもう閉ざしてしまうってことだとこれは叱り方の失敗だと思いますよねでいろいろとねどうすれば儲かるのかをトータルでサポートしてもらえますかってのも結構いただく中で悩むんですよそれが分かっていれば俺は自分のことをそれやるよみたいな感じですから。そそれこそ確実に儲かる方法をね 自分に使わずに人に譲り渡すほどそこまでビジネスっていうのは甘いもんではないよってことですよ。あのアフィリエイトやってて思うんですけどもどの商品をどこに紹介すれば売れるかなんてどんなアフィリエイターだって知りたいことですよね。でも知ってる人が教えるわけないじゃないですか。教えたらだって飽和しちゃいますからね。だからどの商品を扱って利益を取っているのかじゃなくて利益を取ってきたのかっていうふうな過去の話ができたにしても今リアルタイムで売れてるものをね 転売だろうが何だろろうううががががないっていうのがスタートラインですよでそのこれが今儲かってますよって言える人ってのは随分無責任な人だとは思いますよねだから法話に突き進むわけですからそのマーケットはだからやっぱりそこはシークレットにするべきなのかなと思いますしもそもそも誰もが簡単に稼げるものっていうのはあっという間に売り切れちゃうわけですよねだから一瞬そういうものが生じたとしても結局なくなっていくし この前のね、うまい話に乗るよりもうまい話ができるようになるみたいな、とんちではないですけども、でもそういう発想がすごく大事で、あの、儲かるマーケットを探すんじゃなくて、儲かるマーケットを自分で作っていく。どうやって作るか。それは情報に付加価値を生むことによって、誰もが見向きもしなかった無価値なものに価値があるというふうに思わせて、そこで人が集まってくるから本当に価値ができるっていう、この流れを起こすことじゃないかなと思うんですよ。なんか、与沢さんがね、 このビットコインをはじめとする暗号通貨にずっとね無関心だった時期があったんですけどもある時もう席を切ったようにいや「ビットコインの話これからしますよ」みたいなことを言った途端にビットコインをはじめとする暗号通貨をねヨザツボさんが一気に買い始めてそれによって今まであの警戒してた人もつられて買うわけじゃないですかしまいにはねあのバイビットみたいなあの取引所の、うん、なんかねアフィルリトリンクヨザさんが紹介した時にバン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 そこで 口座ができてでえっ、ー、と数ヶ月後っていうのか1年弱もしないうちに暗号通貨の状況悪くなったみたいなところもありますしね。うん、だから結局何に飛び込むかってことは挑戦するのってのは失うことも込みでの挑戦だっていうことですよね。で有名な人が言ったからとかね信頼できる人がやってるからっていうのはそのおおよそ材料にならないわけですよ。だからやっぱり自分でどこまでの損失だったら。 耐えれるるかかななっってててこことととをちゃんと見越して挑戦するってことが必要なのただ、うんまあ、今回の動画のねちょっと最後にジャンルは違いますけども結婚観についてね似たような認識があるんでちょっとお話ししようと思いますけども、まあ、男女がね恋愛関係の末に結婚しようとする時に動機が全く違うってことなんですよ。もう真反対ですよね。女性は結婚することによって自分がもっと豊かにもっと楽になることを希望するしそういう相手を選ぶんですよ。 男性はっていうと女性と結婚したら自分が豊かになって楽になるって思わないんです逆なんですよねこの女性のわがままや浪費にどこまでついていけるかってことを覚悟するんですよねで結婚した結果自分が自由がなくなったとかね不自由だとかねいろいろ差し続けると思って窮屈になったらまあこの女性に対してもあんまりいい態度が取れなくなってくるということですよねでも女性が本当にねあの 男性の存在がありがたいわと本当に養ってもらって感謝ですできることは何でもしますよっていうふうな態度でもってして支えてくれれば男性は女性を離さないでしょうねつまりは男性が結婚したら楽になると思ってね女性に養ってもらえると思って結婚相手を探す例ってあるのかなと逆に女性が男性と結婚すると自分の収入のそして時間のいくつかはもう、まあ、なんかへつられてね なんか今の豊かさや自由度はなくなると思ってそれでもいいわと思って結婚する例っていうのはあるのかなと思っちゃうんですけどどうですかね <laughs> うんだからなんですかね挑戦するってことはこれにちょっと似てるかなともしかしたらダメージを受けるかもしれないとそのダメージをあまりあるようななんか価値やメリットをね自力で抜け出せるかどうかっていうのが多分付加価値の見つけ方ななんじゃないかななと思うんんですよなんかねこの子のためだったらこの辛さも喜びだぜみたいなね まあそういうふうに感じさせるようなお相手に見つかればねドラッキーなことだと思いますしこのビジネスのためだったら売れるためだったら何でもするぜそれこそ草だって食うぜみたいなね根性が出るようだったらそれは天職と言えるんじゃないかなと思ったり思わなかったりですねそれじゃあいってらっしゃい